皆さんこんにちは。ライフオブワーシップへようこそ。ニューホープなりますの牧師をしてます渡辺慎太郎です。今日はいつものタンタン牧師のピンチヒッターとして代わりに MC を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。さてこの番組では主を愛し主に人生を捧げながらそして主といろんな形でかかりながら賛美に関わっていく、そういう素晴らしいゲストをお招きしながら賛美について深めていく番組です。今日のゲストは小川亮さんです。どうかこのひととき皆さんが賛美について深めていく、そのようなひとときとなりますよう祈っています。改めまして今日のゲスト小川亮さんです。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、はい、ありがとうございます。じゃあですね、最初に簡単に自己紹介、そちらのちょっとお願いしたいんですけど。はい、わかりました。小川亮と申します。名前だけでまず名前です。一応ですね、結構僕多分顔が、自分で言うのはあれなんですけど、若く見られることが多いんですけど、一応今年で30歳に なりまして、年相ですか。いやいや、僕も結構若く見られる方なんです。あ、そうなんですね。私46なんです。え、本当ですか。もうイエス様にやっていつも僕ら若いですね。そう、そうですね。僕もいつも言うようにしてます、聞かれた時に。そうですね、福岡県出身で、東京はもう大学上京してからなので10年以上になりますね。はい、じゃあ結構ね、東京来るだけでもなかなか慣れるのが大変だったんじゃないですか。ね、そうですね、最初来た時は上を見上げて歩いてましたね。ビルが高いんで。そうですね。もう田舎も丸出しで。いや、はい、今はもうそんなことないですよね。あ、そうですか。で、あれですか、もうその時点でクリスチャンだったんですか。そうですね、はい、小学校5年生の時に、引っ越したんですけど、隣の家の人が、その教会の伝道師の家族で、伝道を受けて、行くようになったんですけど、そう、またすごいあれですね、導きですよね。そうですね、隣が伝道師の方で、その、そうそうなんですよね。もうなんか必然的にもう導かれてた的な感じですよね。でもうその5階に住んでたんですけど、もう5階のフロアの人はみんな伝道されちゃって、そうなんですよ。すごい影響力ですね。そうなんですよ。でもこうやってね、導かれて、この賛美に導かれてね、賜物の大爆発ですから、この伝道師の方もやっぱ主の、器ですよね。そうですね、すごいと思いますね。じゃあ早速ですけどね、1曲目の方、宝物という曲ですか。そうですね、そちらのお願いしたいんですけど、何かこのコメントとかありますか。そうですね、宝物という曲を、作ったんですけど、この歌詞がイザヤの御言葉ですね。あなたは、高価で尊いですね。すみません、緊張してちょっと出てこない。全然もう大丈夫です。高価で尊い、私はあなたを愛してるっていう、有名な御言葉があるんですけど、でそこから、歌詞を取らせていただいてて、あと、そのメッセージが本当に素晴らしいっていうことと、あとクリスチャンだけじゃなくて、クリスチャンじゃない人にもこう受け入れられるような自然にですね、歌詞をちょっと考えてた時にその歌詞をちょっとつけてみたので、だからその歌詞の中に神様とかいう言葉が一個も入ってないんですね。だから自然となんか受け入れて、実はこう聖書に書いてある御言葉なんだよみたいな、導き方というかですね、入っていき方すればいいなって思って作った曲ですね。じゃあ早速ですね、その神様の力、その愛を思わされるその宝物という曲、じゃあ皆さんもご一緒にちょっと聞いてみましょう。あなたの声
しようもなく愛おしい愛されることに理由なんていらない。あなたはありのままかけがえない宝物。私の目にはあなたは高価でと尊い。我が身を捨てるほどに私はあなたを愛してる。これね、いや、本当にあの私の目にはあなたは高価だったって、まあ、先ほどねイザヤ書43章の御言葉、はい、これやっぱり僕なんかは日本人が今一番必要としてるこのメッセージじゃないかなって思うんですよね。うもう神様先ほどねあえて入れなかったって、はい、まあ、おっしゃいましたよね、はい、そうですね、うん、でもあえそうでもやっぱ十分伝わる、あの、まあ、神様のメッセージが伝わる歌だと思うんですね、はい、私あの、まあ、私事ですいませんけど普段あの高校の先生もちょっとさせていただいてるんですけど、はい、自分生徒たちに聞くと自分はあんまりこの高価だと思ってないんですね、尊いと思ってないんですよね。やっぱそういう中でこう あなたは実は愛されてるんだよ、そして尊い存在なんだよっていうのは大きなこのメッセージだと思うんですよね。なんかそういうこうあの思い立ったところとかやっぱりあるんですかね。そうですね、はい、まあ、僕自身も本当に人格的に神様に出会う前は、うん、あの自分が何だろう、まあ、自分のできないところとか、うんうんうん、他の人と比べて本当に なんでこんなことができないんだとか、ね、本当にそういう考えばっかりで、まあ、生活してたというか、うんうん、ですけど本当に神様に出会った時に、まあ、与えられたメッセージというか、うんうんうん、何もしてないけど、うん、僕に何もなくても
神様の方から愛してくれる、ただそこにいるだけで愛してくれるっていうことが本当に、まあ、分かったので、それをなんとか伝えたいなっていう、そうですね、気持ちですね。この比較の罠ってありますよね。そうです ね僕たちやっぱどうしてもね、その中でこうあなたは特別に愛されてるって比較じゃなくて ね、そうなんですね、存在として愛されるってこれ、はい、もうやっぱり尊いですよねこれね。いや本当にそのことを身に染みて分かる賛美だったんですよ。で、あのちょっと次のちょっとね伺いたいのは、はい、先ほどちょっとその救いのきっかけ、はい、ちょっと面白いこうね、隣の方が伝道師だったっていうですね、はい、そうですね、うん、その救いのきっかけっていうんですか、教会に行くきっかけとか、はい、救いのきっかけをちょっとあの教え願いたいかなと思いますね、はい、そうですね、うん、最初は、まあ、小学校5年生の時、これ福岡なんですけど、福岡で、まあ、引っ越した時に、まあ、隣の、 あの部屋の人が伝道師の方で、ということで、まあ、あの母親と、まあ、うち僕と弟でですね、まあ、教会に行くことになって、うん、まあ、その時僕の頭の中は、まあ、うち あの宗教がキリスト教になったんだっていう、うん、まあ、認識でしかなくて、なるほどね、うん、まあ、日曜日行かなきゃいけないから行くみたいな、うんうん、感じだったんですよね。で、まあ、それがずっと続いていて、で、まあ、途中でなんだろう、まあ、神様を求めて、うん、た時期もあるんですよ、うんうん、まあ、あのいるんだったら証拠を出せよみたいな、あ、なるほどね、そうありますよね、そうそうそう、祈ってみたりとかやってみたりしたんですけど、うんうん、やっぱりなんか自分の中で、うん、あ、全然その答えというか、まあ、神様黙ったまんまだったように感じたんですけど、うんうん、それで、まあ、なんていうのかな教会には行くけど、なんか積極的には信じたりしないし、うんうん、まあ、早く帰りたいなっていつも思ってましたね、教会は、はい、なるほどね、そうなんですよ、早くこの賛美終わんないからね、そうですよ、はい、ここで終わったら帰れるのにみたいな、賛美嫌いだったんですよ、今でこそこんなやってるんですけど、大嫌いで、なんか立って賛美しましょうみたいな言うんですけど、まず思春期の男の子が、まあ、人前で何か歌うことももうちょっと恥ずかしいし、ね、ハードル高いですからね、そうなんですよ、しかもなんかあの歌詞がわけが分かんないというか、結構伝統的な賛美、いや、そう、まあ、いろんな賛美あったんですけど、そうですね、そこがなんかすごいなんかかっこよくはないなみたいな思ってたんですよね。ほんで、まあ、恥ずかしくて、で、まあ、そういう気持ちで教会に通い続けていたんですけど、で、まあ、大学進学で東京に出てくることになって、で、まあ、一人暮らしを始めたんですね。それで、最初の方は、まあ、教会、まあ、行ったんですけど、うん、まあ、ちょっと面倒くさくなったり、うんうんうん、まあ、あの楽しいこといっぱいあるんで東京、そうです、はい、大学時代じゃ楽しいですからね、で、まあ、あんま行ったり行かなかったりするようになって、うん、で、まあ、半年ぐらいはあの本当に行かない時期がずっと続いてて、うん、はい、で、まあ、たまにお母さんからこう電話がかかってきて、日曜日、あんたちゃんと教会行ってるのみたいな言われて、私もよく言われました、行ってる行ってるって言いながら行かないとかね、そういうのもやってたんですけど、で、ある時あの、まあ、久しぶりにあの教会に行って、で、まあ、賛美の時間が あったんですけど、うん、まあ、そこで僕賛美嫌いだし、立って歌いましょうと言われても絶対立たないし、うん、まあ、みんななんか隣の人とか拍手するんですね、手叩きながら、うわ何これ幼稚園かよって思ってたんですけど、なるほどね、だけどなんかちょっと感動いい感じになってきちゃって、その賛美の時間、その時に、そうなんですよ、それで、まあ、次の週もこう行ってみたら、うん、その賛美の時間がもっと前よりもそういう気持ちが、うん、なんかちょっと歌いたいなみたいな気持ちになって、でも恥ずかしいんですよ、あ、なるほどね、そう、だからちょっとその心の中でそう葛藤しながら、はい、それで戦ってたんですけど、多分3週目ぐらいに、うん、なんかもうその気持ちが我慢できなくなってきて、うんうん、でもうなんかちょっと小さな声だけど、うん、もう歌って言うようにしたんですよ、なるほど、ね、聞こえないような、はい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 、そしたらものすごいなんか感動しちゃって、なんか涙が出てきて、めちゃめちゃ恥ずかしかったんですよ、もう人前で泣くとか、まあ、一応九州男児ですから、うん、そうはい、もう許されないことというか、もうね、人前で泣くなんてみたいな、そうなんですよ、でももう涙が出てきて、ものすごい感動して我慢できないんですよ、それでもう泣いちゃうしかないと思って、もうブワーって泣いて、そしたら本当に、まあ、その中でまあ、賛美する中で、あの神様の愛が本当に何ていうの、分かったっていうか、これなんか言葉で説明できないんですけど、それこそやっぱ触れられたっていう経験じゃないでしょうかね、そうですね、賛美に住まう主って書かれてますでしょ、そうですね、やっぱりこうその賛美の中に主がおられるんですよね、でその主が、まあ、毎回触れてて、そうですね、でこうね
受け入れた瞬間、そう、そうですね、そのままさらけ出していいんだっていう、はい、こうね、小川さんがさらけ出した瞬間に主がスッと入られたっていう、そうですね、あ、それがまたこの賛美へとこう、はい、踏み出すきっかけなんでしょうかね。そうですね、あ、なんでもうそこで本当一瞬のうちだったんですけど、うん、まあ、そう、神様がさっきの歌詞のように、うん、あ、自分が何愛される理由はないけど、うんうん、愛してくれてたんだっていうことと、そして走馬灯みたいに、自分の罪、今までの罪、うん、まあ、神様無視し散々し続けてきたりとか、まあ、いろんな、まあ、そんな大犯罪みたいなことしてないですけど、ちょこちょこね、まあ、神様に対しての悪いことだったりっていうことがブワーって出てきて、でもそれと同時にイエス・キリストの十字架によって全部許されているっていうことが本当になんか分かった。なるほど、はい、その体験して、まあ、そして、まあ、歌いながらですよ、でその賛美の歌詞も全部なんか自分の言葉になって告白できているっていうのが、まあ、まあそういう、まあ、本当に1分ぐらいの間にそのすごい出来事が集中して起こって、この賛美に変えられた経験っていうのがこの今の土台になってるっていうことなんでしょうね。はい、うで、はい、で次の曲はこの小川さんがこの思い入れのある、はい、まあ、曲、褒めよ全長という曲ですよ ね、 そうですね、はい、これ何かあれか、思いが、これを選んだ思いとかございますか。そうですね、これ子供の頃に、まあ、お母さんが家の家事しながらとかテープ、うん、その時、まあ、CD もあったんですけど、テープで賛美ずっと流してたんですよね、うん、でうわーダッセーなって思ってたダッセーなーみたいな でももうずっと流してるからちょっと耳に残っちゃうというかで、その今からするその3曲も、まあ、褒めよ全地よって曲もそれ流れてた曲なんですよ、でなんかこうちょっとダサいなみたいな思ってたんですけど、結構有名な曲ですよね。そうなんですよ、思ってたんですけど、まあ、本当に神様触れられてから、まあ、こう歌詞がね本当に素晴らしいなと思って、はい、最後の方に永遠に常磐に主を讃え、主と共に術を治めるって歌詞があるんですけど、これってなんかあれじゃないですか、もうこの世がもう終わってしまって、本当に天国に上げられて、それでイエス様と一緒に、まあ、全て治めていくんだっていう、すごいなんかもう次元が違う歌詞ですけど、今こうダサいなと思ってたんですけど、今は本当にそれが素晴らしいことなんだなっていうのは、はい、私たちはそれを見上げることができますからね。そうですね、じゃあそのね、小川さんのこのね思いも、共にね、はい、皆さんこの次の賛美を聞いてみましょう。褒めよ全地よです。
じゃあ最後にですね、小川さんにとってこの賛美っていうのはどういうものなんでしょうかね。ちょっと話していただけますか、ね。はい、賛美は、まあ、神様と礼拝する、神様と交わる本当にその、まあ、道具じゃないですけど、まあ、道だなっていうふうに、はい、思っていて、まあ、いろんな、まあ、大変な時とか、まあ、正直まあ、教会行ってもメッセージ全然入ってこないとか、もう御言葉読めないとか、まあ、傷ついた時とか、まあ、いろんなことあると思うんですよ。だけど最後賛美はもう心を溶かしてくれるっていうか、いつも、ね、もう疲れても、もう人にものすごい傷ついて、もう全部やめたいとか思ったとしても、でも賛美口ずさんだり、まあ、聞いたりした時にもう全部心が、解きほぐされて、もう一回フラットな状態に戻るし、まあ、その中で、まあ、神様がこう、なんだろう、メッセージ与えてくれたりとか、僕も神様に対して何か告白したりとか、ね、それがことができるような道具ですか ね、はい。じゃあいわゆるこう時々聞きますけどね、はい、なんか賛美ができないとか、はい、まあ、そういうことっていうのは小川さんにとってあんまりない、ね。そうですね、あんまりない。もう本当に最後の砦で、砦で、もう、はい、もう何はなくても賛美みたいな。そうですね、はい、まあ、積極的に賛美ができない時ももちろんあるんですけど、ただまあこうね、賛美流しちゃえば自然とこう入ってくるっていうか、そう、はい、確かにそれは言えますよね。やっぱり最後の砦ですよね。ね、逆に、ね、賛美できないという表現がなんか違う感じがしますよね。そうですね、本当は神様との接点の、ね、はい、最後の部分というかね、そうですね、流れてくる部分というか、はい、やっぱ賛美に住まう方に触れていただく部分ですもんね。そうですか。で、今後あですか、小川さんの賛美に関してのビジョンとかそういうものっていうのは。そうですね、もともと僕音楽とか全然知らない人なんですよ、うん、そうなんですね。賛美で触れられたから、その賛美にこだわりがあるというか、まあ、神様伝えたいだけなんですよね、うん、はい、だから、まあ、これから本当に、まあ、何、まあ、神様が、ね、何しなさいって言うか分かんないですけど、何でもしていきたいし、やっぱりこう賛美の中に力があるのを本当に体験してるんで、それをやっぱいろんな人にも、クリスチャンにもノンクリスチャンにも伝えていけるような働きをしていきたいなと思っています。その賛美によって変えられた小川さんはね、はい、この賛美の力を伝えるっていうことですよね、はい、いや本当にそうですよね、はい、最後の砦である賛美をこう熱くね、こうみんなに伝えていくって、これはやっぱり素晴らしいこう小川さんのビジョンだと思うんですよね、はい、で最後の賛美、バプテスマの歌ということですよね、はいはい、そうですね、ちょっと興味あるこの、ね、ね、ソングですけれども、何かコメントとかありますか、はい、そうですね、ちょっとまあ変わって、バプテスマの歌、まあ、変わってる歌詞も見ていただくと変わってるんですけど、まあそのこの前ですね、ちょうど夏にうちの教会でバプテスマする時期があって、で、はいはい、僕のこう友人が2人、バプテスマをしたんですね、でそれまでちょっと緊張したりとか、なんかバプテスマ、いや来年にしようかなとか、まあ、そのいろんなこと言ってたんですけど、結局受けた後に水から上がった瞬間にものすごい笑顔で、本当に何にも心配事ないっていう、ね、その笑顔を見た時に、うわ本当にいいなと思ったんですよ、素直に。あ、本当に神様に救われる瞬間っていうのが一番素晴らしい、輝いてますね、輝いてるなと思って、ね、うんうんうん、でそれで、あ、バプテスマの時に歌があったらいいなってことで、なるほど、ね、はい、ちょっと考えたんですよ、はい、まあ、バプテスマって、まあ、こう結婚式だよって言ってる人がいて、まあ、本当に、まあ、形は形じゃないですか、うんうんうん、ね、それもう本当結婚式と一緒で、で一回死んで蘇ること、イエス様に会って死んで、そしてもう一回蘇ることを表してるんだっていうことを言ってて、うん、まあ、そういう歌詞を、まあ、つけてみたいなと思って、はい、なるほど、やってみました。この結婚ソングのようなバプテスマの歌っていう感じですね。そうなんですよ、はい、興味深いですね、はい、じゃあ、最後に、その歌をね、はい、皆さんで一緒に聴いてみましょう、はい、今日はのゲストは小川リオさんでした。今日は本当にどうもありがとうございました、はい、どうも。
主イエスキリストとの結婚式一度死んで生まれ変わる主に再び会う日まであなたと共に生きてゆきます。主イエスキリストとの結婚式一度死んで生まれ変わる主に再び会う日まであなたと共に生きてゆきます。主イエスキリストとの結婚式一度死んで生まれ変わる主に再び会う日まであなたと共に生きてゆきます。主イエスキリストとの結婚式一度死んで生まれ変わる主に再び会う日まであなたと共に生きてゆきます。テスマンの歌、皆さんいかがでしたでしょうか。古いものは過ぎ去って見よ、全ては新しくなった、この宣言って素晴らしいですね。この宣言の通りに、結婚式になぞらえて賛美をしていただきました。素晴らしいですね。賛美とは皆さん、これは宣言なんですね。私たちが、本当に主の素晴らしさを、そして主の美しさを、そして主の偉大さを宣言するんですね。宣言を私たちはメロディーに乗せて賛美をするんですね。この詩編の7編17節にこういう言葉があるんですね。その義にふさわしく主を私は褒めたたえよ、意図高き方主の皆を褒め歌おう。この褒め歌おうという言葉はですね、これゼミルというヘブライ語なんですけれども、これ宣言をメロディーに乗せるという意味なんですね。宣言をメロディーに乗せる、この旧約聖書の時代から神様に対する宣言をメロディーに乗せて全ての人たちは賛美したんです、歌ったんですね。宣言、私たち、どんなにこの辛い時でも、先ほど小川さんとの話にもありましたね、賛美、できないなということはなかった、それは最後の砦だ、そうなんですね。私たちが、力ない、時でも、私たちが賛美でをもって宣言をする時、そこに住まう主が私たちに触れてくださるんですね。そして私たちはもう一度その宣言に基づいてスタートができる。宣言です。宣言すると主は私たちの宣言を受け入れてくださる。そしてその宣言を私たちは自分で聞くんです。もう一つ、私たちの宣言をサタンが聞くんです。そして私たちの魂をもう一度、魂を主のもとへと引き上げてくれるんですね。サタンはそれを聞いて身震いするんです。素晴らしい、皆崇められてしまった。ですから皆さん、賛美は最後の砦、そして宣言です。どうか皆さん、この1週間賛美のバックグラウンドを流し続けてほしいんですね。皆さんにとって素晴らしい、ひとときとなりますように。